このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はスコティッシュフォールドの奇形種、初めてのパターン、どこが違うか分かりますか？ということでですね、この子がスコティッシュフォールドのジャコビ君って言いますよ。1歳のね、男の子なんですけれども、初めてジャコビ君を見た時にスコティッシュフォールドとは思わなくて別の種類やと思ったんですけれども、何か分かりますかね？スコティッシュフォールドといえばね、特徴的なのが俺耳だって思うんですけれども、ジャコビ君の耳はちょっと注目していただいたいんですけれども、耳が反ってるの分かりますかね？ですので反ってる耳といえばね、アメリカンカールと思ったんですよね最初。でも確かに丸顔で色合い的にもね、スコティッシュに多いなっていうね、柄はしてるなとは思うんですよね。で、見た目もまあスコティッシュの顔になってるかなっていう気はしてるので、耳さえ見なければね、スコティッシュかなっていう気はしてるんですけれどもね。いやー、アメリカンカールかと思いました。で、この子ね、すごく穏やかな子ですよね。子猫と言ってもいいぐらいね、まだまだ小さい子ですし、でもしかもね、それでも穏やかに遊んでくれるのでね、あんま子猫みたいなわちゃわちゃ感はないので、すぐに里親さんが決まってもね、不思議ではないかなとは思うんですけれども、編集してる段階ではまだね、決まってなかったんですよね。ちょっとおっとりしすぎかな、この子は。階段で遊ぶのはね、ちょっとね、怖いのでね、降りてほしいんですけれども、なかなかでした。で、今からね、この子の母親が分かっておりまして、その映像でご覧いただこうと思います。はい、この子がね、レティシアちゃんって言いますよ。ただね、垂れ耳ではないのでね、スコティッシュフォールドですって言って言いにくいんですけれどもね。まあ見た目はね、やっぱスコティッシュの特徴あるかなとは思うんですよね。で、このお腹を見ていただくと、避妊手術をしたばっかりということで、ジャコビ君を産んですぐに避妊手術をしたんじゃないかなっていう気はするのでね、多分それで間違いなくこの子の子供だっていうのは分かってると思うんですけれどもね。で、レティシアちゃんっていうのはですね、繁殖場からの保護ということでですね、間違いなくね、この子は純血種というのは分かってるんですよ。で、この子ね、女の子なんですけれどもね、袋があるんですよね。まあ、以前そういう動画を作らせてもらったんですけれどもね。遊び方もちょっと似てるかなっていう気はしますね。穏やかに遊んでくれるので、性格も引き継いでるかなっていう感じですよ。さあ、戻ってきました。で、他の猫ちゃんがね、来たんですけれども、特にね、物おじすることもなく普通にね、遊んでるのでね、順番待ちもできますし、多頭飼育には向いてるかなって思うんですよね。で、これだけ可愛いですし、ね、しかもね、こう珍しい反り耳のスコティッシュフォールドということでね、なかなかいいんじゃないかなと思いますよ。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ、猫巻さんです。あ、ちょっとぶつかったな今。それでもね、全然遊んでますよね。あ、立ち上がってる。めちゃくちゃ可愛いんじゃないですかこの子ね。いいですよね、猫パンチ猫パンチ。ちょっと涙目は気になりますけれどもね、時間が経つとね、また良くなってくるかなって思うのでね。本当に穏やかな子ですよね。なぜでも怒らない。黒猫さんが大きく見えるな。お尻タンタンタン、かわいいやんか。なかなか個性的な顔してますよね。めちゃくちゃかわいいわ。膝に乗ってくれるかな。膝に乗ってほしいな、もっとね。ちゃいちゃいちゃい。あ、乗ってくれましたね。いいじゃないですか。膝乗りにゃんこですよ。しかもね、この子ね、初対面なんですよね。初対面でこんな遊んでくれるんですよ。人に対する警戒心もなさそうですよね。うん、いい子やんか。いや、お家に入ってもすぐに慣れてくれそうですよね。いや、これいいよこのアングル。で、こうやって遊んでるとね、他の猫ちゃんもね、来てくれたんですよね。一緒に遊んだりできますよ。多頭飼育とかにも向いてる子ですからね。んちゃいちゃい。もうちょっとね、走り回ってる映像もね、実は撮りたかったんですけれどもね、やっぱ階段の踊り場では無理ですね、やっぱりね。あ、黒猫ちゃんどっか行っちゃった。ほら、エジプシャンマウンの石津くんだね。あ、植えちゃうかな。黄色いお洋服が似合っておりますけれども、あ、尻尾ピンとなってるな。一緒に遊んでるやんか。
で実はですね、本当はねこの紐の先はねネズミのおもちゃだったんですけれども、そのネズミのおもちゃを壊したのがね今ねあのキジシロの八割さんのガゼットくんなんですよね壊した張本人と一緒に遊んでるっていう、まあそんな感じなんですけれども、で今ガゼットくんはねトライアルで頑張ってますよ。ガゼットくんはねこうやってね猫ちゃんのことも大好きですので、ねお家でもねやんちゃしてくれてたらいいなと思うんですけれども、この見上げる顔がめちゃくちゃ可愛いなあんたらね、一緒に遊んでくれるの嬉しいわ。撫でていこうかな、もう一回ね、カキカキカキ。あーちょっと今一瞬涙流れたんちゃう、今ひょっとして。あ、降りちゃうか。じゃもう一回遊んでみようかな。ちょい。ゆっくりしたちょいやね、君は。ちょいちょいちょい。いやー、癒されるわーって言ってもね、隣はトイレなんですけれども、実はね、ブツがあるんですよね。ということで、ちょっと匂ってたんですけれどもね。それでもね、可愛いんで、もう大丈夫です。あれガゼットくんがちょっと遠慮してるな。でブリティッシュショートヘアちゃんかな、この子は。来てくれておりますけれどもね。さあ一緒に遊ぶかな、両手で掴もうとして可愛いやんか。ガゼットくんがおとなしくなったな。さあこのブリティッシュちゃんは遊ぶ、あいいね、両手で掴もうとしてるよ、ね、すぐ遊んでくれるのがいいね。みんな順番待ちとか覚えててね、賢い子たちだ。こうやってね、ジャコビ君も社会性とか身についていくんでしょうね。ちょい。うん、立ち上がってくれた。これも嬉しいな。ジャコビ君ね、ゆっくりですけれども、ずっと遊んでくれますね。いやー、一緒にいたら楽しいやろうな。多頭飼育とかやったらすごい楽しそうですよね、慣れてきたらね。あ、降りそうかな、降りちゃいましたね。じゃあガゼットくんも遊ぶ、あーよく遊ぶやっぱこの子は。あ、一緒に遊んでくれんのこの体勢もいいな、可愛すぎるわ。あれよく見ると左足の方がね毛が、血がなんかついてますよねどうしたんでしょうか、白ズボンなんで目立っておりますけれどもね。でもジャコビ君は本当に可愛かったです。皆様いかがだったでしょうか、とっても珍しい子でしたよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫の木さんでした。